はい、こんにちは、サルウィンです。いきましょい、散歩けの実況をしていきたいと思います。というわけで来ましたね、ガチャが。はい、こちら、対戦 TCG ガチャ3が来たので、東博と挑戦、あわよくば装備も引きたいと思います。とりあえずね、チケッツがあるんで、このチケッツで引いてしまいたい、できればね。まあ言うて2枚しかないから。お、夜、あ、桜なし、桜なし珍しい。これは星4確定と言ってもいい。あわよくば星5、挑戦か東博か、ワクワク。星4、挑戦、来た、挑戦、イエス、ナイス、ナイス、これは素晴らしいですよ。グッド、マジでグッド。いやー、いいですね。やっぱね、挑戦ね、やっぱこっちのイメージもね、やっぱありますからね、昔からね、結構ね、お世話になった挑戦。まあ言うて私、あの横山ね、横山光輝氏が書いてたあの挑戦使ってたりしたんですけどね、昔はね。渓谷の誘惑、武力がショーアップ、敵の攻撃を自主にし、ああ、これね、これはちょっと使い勝手が何とも言い難いんですが、まあ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 、まあとりあえずこれで挑戦はね、もろもろ揃ったのでやったねっていう感じでございますね。はい、さあ、じゃあ次いきますよ。お次、これで東博引いちゃおう。ああ、お昼、あー、逆にね、昇格するやつね、あるよ、あってもいい、あってもいい。あ、ないです、ないですね。あ、昇降さん、あ、マックスに合いましたね、おめでとうございます。というわけで、やはり宝珠は使わなければならないと。いきましょう。もう宝珠もちょっとあんまないから、ここで確実にトワカ引きたい、確実にね。いきますよ。夜、桜、銀扉か金だった。あ、杏仁ちゃんがいない。昇格してほしいぞ、絶対に。ここは昇格が欲しい。100% 昇格が欲しい。ないしは最初から。あーあーあかん。ダメかー。ダメかー。きついなー、これ。どうしよう。どうしようっていうか、もう。あ、おめでとう、走行。マックスになったね。ってことは、いや、ちょっと大丈夫かな。お、また挑戦。まあ、それはそれで素晴らしいのだが、だが、しかし、これは厳しいぞ。おー、天意マックスになったね。はいはい。さて、どうしよう。どうしよう。どうしよう。155しかない。あー、最悪10連じゃなくてもって話か。いやー、そうか。まあそうだね。ここ確実に引きたいからな。で、これがいつまで？ 6 日までだから、まだ期間はある。で、多分その間に、多分300もう一回いけると思うんだよね。6日であと4日でしょ？ 4 日で、あ、いやー、きついかな。きついな。10連はいけないかもしれないけれど、あ、次だったらこれ引いちゃおうかな。あ、でもこれ取っといてもよかったかな。まあいいか。なんかこう、あ、でも、どっちみち、なんか、何もなさそう。はい。はい、収束。はい。なんかさっきも収束からやなかった？で、東博チャンスがあるのが、確か、まあ一応最後もあるんだけど、確率的には、どうなんだろう。今が一番いいような気がするんだよな、3が。3が一番いいような気はするんですけれど。どこだ？ここじゃなかったか。来すぎたか？これだ。最後が4なんだよね。4がまあ東博も出るんだけど、
いやー、やはりここは、一番ここが良さそうなんですよね。悩ましいですね。とりあえず、挑戦引けたのはね、何よりだったんですが、東博はやはりちょっとまだ引けなかった、という感じですね。悔しい。悔しいです。あとは、東博伝じゃないけど、これまだ終わってないから、ここで宝珠がまだもらえるんだよね。宝珠が20もらえるのかな、ここで。ここやって、あとは、この辺で、宝珠もらえるとこもあったような、ないか。あ、まだチケットがもらえる。ありますね、宝珠。宝珠も、チケット結構もらえるぞ。これまだチャンスある。よし、諦めない。頑張っていきましょう。よし。じゃあ、お疲れ様でした。バイバイです。